ウェルカムトゥジャパン、ミスターボンドっていうかっこいい。距離感のつかみ方がね、うん、でこれはうまかったよ、このヒロは、ヒロとは、うん、あと遊び心っていうとやっぱり狼や天使の匂いっていう映画、天使の、ルネクレマンの映画ね、ジャンルトライティニアって、あ、それ好きなやつ多いね、ロバートライアンね、うんうん、これまた面白い、二人がかっこいいんだよね、アウトローの話だけど、うん、いいですね、じゃあぜひチェックします。どうやって 見れるんですかね、その配信とか当然ないです。狼や天使の匂いは DVD とかであるっぽい、そういうの、はい、配信ないんだ、そう、配信のやってくれればね、見れるんですけど、007なんか配信で見れたんで、ね、ショーン・コネリーの渋さなんかも最高にも刺さったんですけど、ショーン・コネリーがやっぱり007はもう最高最高峰だね、うん、はっきり分かれるんだよ、年代で。だからそうだ、ね、ボンドは誰だっていう年代で、ね、僕の年代だとやっぱクレイグに、ダニエル・クレイグになっちゃうんですけど、え、ダニエル・クレイグだろお前、僕の年代で言うと、でもその遡ったからこそ、その前が分かったりするという、なんかもあのジェームス・ダブル・ボーセルのさ、そのショーン・コネリーの初めの頃にみんなさ、PPK 買いに行ってさ、アメリカのさ、そうね、うん、悪さ PPK ね、悪さ PPK、あレガーともうちょっと、ね、大人の人はさ、あのアタッシュケース買ってさ、アタッシュケース、アタッシュケースを持つほどさ、みんなさ、似合わないからさ、そうそうそう、あれでアタッシュケースが流行ったんだからね、ね、うん、そうなんですよ、ダブル・ボーセルね、うん、ただあれを使いこなすの難しい、むずいっすよね、うん、でもサラリーマンで持ったやつやっぱいたんだ、いっぱい、うん、いやなんかそ、え、あのなんかリムアのとかもそれの影響だったりするんですかね、かたまにビジネスマンでいるんですけど、なかなかね、その浮いちゃってるというか難しいんですよ、あのアタッシュケース、アタッシュケース難しいよ、昔はだけど結構持ってたよ、そうだね、みんな開けると中に PPK が入ってる、うん、なるほど、007二度死ぬだったっけ、日本でロケした、ね、うん、で、あれがあの日本でロケした時にさ、やっぱり丹波さんが出てるわけだよ、タイガータイガータイガー田中丹波さんがかっこいいんだ、これまたかっこよかったよ、タイガー、うん、やっぱりもうショーン・コネリーとさ、引けを取らないんだよ、すごいっすね、うん、これがね、もうね、天然なんだ、丹波さん、丹波さんはね天然でさ、タメなんだよ、もうすごいですね。ウェルカムトゥジャパン、ミスターボンドっていうさ、かっこいい。いや、その対峙できるのはすごい。そう、すごいんですよ。うん、かっこいいなって。で、僕は一番最初に仕事した時に、ね、あのテレビの仕事した時に、タマさんだった。タイガー田中だと思ってさ、かっこいいって言いながらさ、掃除霊がいっちゃったからね。大霊がいっちゃったから。いやでも丹波さんかっこよかったな、うん、渋くて存在感確かにありますよね、うん、あれはすごい確かに、うん、続いてですね、はい、これはまたちょっと話が変わるんですけれども、アフリカは、まあ、アドリブだったりも含めてその他の現場と違うなんていうことをよくあの言われる、まあ、聞くんですけど、うん、原監督はその途中から危ない映画に入ってきて、はい、うん、まあ、そういうのを感じたエピソードという記憶はありますか？アドリブに関してはね、やっぱりあの大さんと京平さんの方があの圧倒的に長く高山やって大下でやってるわけだから、あのそれがもう日常になってるわけだからさ、あのそれはもう、うん、自然に出てくる日常会話ということで、はい、あの僕はそれはあのいいと思ってましたよ、はい、脚本の方はあそこ直しちゃったなとかない、全然。そうない。書いたらすぐ忘れてる。橋本さんは多分ないあのタイプというかないとおっしゃってましたね。大川は根に持つからないですね。大川は根に持つからね。大川はね、もうネチ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 言うと思うよ。セリフが変わっちゃったことを。まあ、そんなことはないですよ。大川だって。うん、面白くなればというか、ね、うん、その作品を盛り上げる、うん、反論があるな、出てこい出てほしいですね、一度お待ちしますよね、本当に声焦がれてますよね、我々、首を長くしてね、視聴者もね、待ってますよね、なるほど、
あとはそれにつられてですね、その原監督が、まあ、アブデカのメインのキャスト4方、はい、タチさん、恭平さん、うん、それから浅野敦子さん、徹さんに、うん、この、まあ、魅力だったり第一印象、その感じる俳優としての素晴らしさというか、うん、どういうふうに感じてらっしゃいますか。タチさんに関してはね、やっぱりね、はい、あのなんだろう、もうあの生き方がもう高山になってるというさ、京平さんに関してもそうだよね、うん、魅力はそこにあるんじゃないかなと思うのね、うん、であつこさんはもう何をしてもあつこさんが持ってっちゃうんだろうなっていうふうに思うからさ、うん、これはほっといてもいいかなっていう、うん、登録はね、やっぱりまだねルーキーでね、結構やっぱりあのイケイケで、あの面白かったですよ、うん、僕らがやった当時はね、うん、いじられキャラだったからね、今は総理大臣だからね、うん、確かに今はもう大御所の俳優で、ね、大御所そうだね、うん、呼び捨てなんかできないよ、徹さん、うん、中村さんって、中村さんか多いになっちゃうぜそれがね、唯一アブデカ のメンバーに囲まれると、ね、あのポジションというのが、ね、面白いですよ、ね、うんうん、今回も面白いよな、という話だよ、見た人も、うん、今回もそれがあるんで、まあ、うん、そうですね、それが予告でも見て取れますもんね、うん、まあ、でもやっぱりそれなりにそれぞれみんな楽しんでるっていうかな、徹、はい、は徹でこう、やっぱりあのポジションも楽しんでるし、で、あつこさんはあつこさんで、私どこに出るのかなっていうぐらいの、ねえ、あの、虎視眈々と狙ってるというか、本当にインパクトですね、はい、うん、ありがとうございます。続いてですね、今度は、まあ、僕の、まあ、大好きな、アブデカと、ね、同じぐらい好きな作品が別品の街で出たいまして、別品の街出た。これはですね、YCC オフ会の時にも、もう延々とあなた愛を語ってたよ。そう、僕質問するつもりだったんですけど。延々とその別品の街についての愛を語ってたよ、はい。素晴らしすぎて、最終的に質問が飛んでしまったので。そう。そうです、すごすぎて、やっぱあの世界観が。いやでも、それは嬉しいな、でもね。うん、あれは本当に、なんて言うんでしょう。あの、台本を読んで、うん、なんて言うんで、やっぱりあの、うん、映画の魅力はそのやっぱ引き、どこに刺さってるんだね、どこに刺さってるんだねアブデカを見た後に見たっていうのもあるんでしょうけど、多くを語らない引き算の、うん、まあセリフもそうですし、うん、絵で見せるというか、セリフのこう、まあ、要はセリフが本当にもうポイントで大事なセリフがあるんですけど、うん、それ以外は入り込めるかなり、うん、もう省いてるというか、あ、なんかそれがその世界観を作ってる先生のおかげです。書くのめんどくさかったの、え、もうそんな理由、いや絶対そんなことない、ね、書くのめんどくさかったから、書くの嫌なんだよまた引き算です、あれは計算された引き算が、それがやっぱり絵に出てるというのが、うん、だからこそそのソフトボイルドという、はい、なんか新しいジャンルだったような気がしますし、その BGM もそれにうまく合わさって、うん、こうその世界に浸れるというか、うん、であれは逆に言うとその寡黙な寡黙というか、また愛を語ってる魅力がある質問全然してないぞ、すいません、何だったっけな、その本を読んで、うん、あの絵というのがもう完全に監督がポーンと浮かぶもんなんですか。いや、そんなことないですよ、うん、やっぱりあの少しずつこう撮りながら、あとロケハン行ったりしてさ、うん、ロケハン行ったりちゃんとイメージからとか固めたりいろいろどういうものになるのかなとかっていう、あとキャスティングによっても違うじゃん。あ、そうですね、うん、だから初めはさ、恭平氏は決まってたわけだよ、うん、だから後のキャスティングがだんだん決まっていくわけだから、うん、だからその時に原ちゃんはやっぱり初め本読んだ時は恭平で読んでるから、うん、で今度は逆に決まってくるとだんだんいろいろそれと色が変わってくるもんね。そうですね、うん、であと場所見てロケ場所見て決めていくと、うん、じゃあどういう絵作りしようかっていうのは監督は その辺の面白さをちゃんとその考えていくわけ、うん、でもライターはめんどくさいからさ、とりあえずだるい書かないでもうすぐ渡しちゃって、あとは現場に任せてさ、現場が好きなようにやってくればいいやと思う。いや、そんなことはない。だからさ、もうセリフは書かない、とがきは書かないさもうだいたい白紙に近いような本を渡すわけだ。そうするとみんなこうちゃんとやってくれるということだ。
いやもうそれはなんか通じ合ってるというか、ね、いや通じ合ってない、通じ合ってない通じ合ってない、そこまで関係ないよ恭平さんがそのピン属バットでやり返すところなんかも、うん、はいはい、あのまあ階段降りるシーンのその無機質な感じとかは、うん、もうだからその感情が無になってる感じがよく出てて、そのまあある意味狂気な、はいはい、静かな狂気な、はい、ちょっとあの瞬間だけはもう探偵じゃないみたいな、ちょっと鳥肌立つ感じ、ね、うん、だってあれはさ手すりのバットを、はい、あれがあったから作ったんだろ、うんうん、ああ、要はだからそこからお店にね、うん、階段に手すりが、はい、ああいうレイアウトなんですよ、だから野球のあの、うんうんうん、だからそこから発想してるわけだよ、現場で、いや面白い、現場で発想してる、面白い、神だしはね、神だ、それは面白いですね、脚本なんか書いてない、面倒くさいから、ただ階段降りてくるとかさ、投げるルートしか書いてないわけだよ、もうちゃんと先生また言ったの、あのもう無表情でというか、まあ、撮って、うん、無言で言っても次はもうね、振りかざすっていう、あの辺もすごいですし、あそうだったね、うん、あれもうね、恭平さんの、うん、あハラハラするし、で、かたやその、まあラストシーンの前の、あの田中美佐子さんのところに行ってのシーンもなんかすごい痺れるんですよ、うん、もちろんあの車で追いかけるところも、うん、ラストシーンはそうなんですけど、その前にやり取りするところは、うん、こうしっとりしてロマンティックで、うん、でももう別れがある、うん、恭平さんのやっぱ表情が本当に素敵なんですよ、そうね、恭平さんの表情だね、うん、あの辺の撮り方ももう痺れますね、うん、あの辺は何かこうエピソードを覚えてるものはありますか、あのね、やっぱりあの恭平さんの初めてじゃなくてその前にアグデカを通過したっていうのがやっぱり大きかったんじゃないかなと思うね、はい、やっぱり恭平さんのその恭平さんがどういうことをしたいのかとかそういうことも少しずつ分かってきた時だし、はいはい、で、あの別品の街でのどういうふうにしようかっていう話も恭平さんの時もしたし、だからその辺のこの、なんていうかな、あの一本通過してたっていうのがすごく大きかったような気がしますよ、うん、関係性が、うん、距離感っていうのかな、うん、だから恭平さんとの距離感のつかみ方っていうのはだからアブデカでなんか、あの知ったような感じが、はい、受けるかな、うん、あんまりこう中に入っていってもいけないし、あんまあの離れてもいけないしっていうさ、その絶妙な距離感ってあるんですよ、監督と役者のね、はいはい、うん、その辺がなんかだからどの辺の距離感でっていうのは つかみがさ、やっぱりあのその前に1本やったのが良かったかな、初めてだったね、そこは、うん、僕だって映画2本目だったからね、そう、うん、あんまり近づき、その前だって短いやつもんな、うん、バカ野郎ってね、うん、あの車の運転手、タクシーの話、うん、第三のね、うん、役者と近づきすぎるとさ、逆に役者の言うと聞かなきゃいけなくなったりとか、うん、あのいろいろこう戦えなくなるんだよね、うん、だからその距離感のつかみ方がね、うん、でこれはうまかったよ、このヒロは、うん、ヒロとは、うん、私といいですね、タッさんと京平さんとの距離感とさ、そのタオちゃんとの距離感の取り方がさ、こんなにうまかったかなって思うぐらいやっぱりうまかったですよ、うん、でそれはこの二人が、ね、あいいということなんですね、ちゃんとこう測ってるんですよね、役者が測ってると嬉しいなと思いましたよ、なるほど、うん、監督を立てるように二人立てるというかその距離感をだからね、作品のね、うん、作品の色合いをちゃんと考えて、うん、すごいですね、すごいですね、例えばさ変な話あんまり考えてない役者だと自分が出すぎて壊すんだよ、うん、作品を、うん、でだけどここは俺は出るけどここ出すぎるとちょっと壊れるなと思うと、うん、ちゃんとさその辺は引いて相手を正したりとかいろいろこう考えるわけだよ、うん、役者って、うん、それは監督も考えてるね、当然、はいはい、バランス全体を見てるからね、うん、で役者ってさ意外とさその自分しか見てない人が多いからだから壊れるんだよ、うん、その本当に俺がって、ね、俺が出て、うん、始まっちゃうから、ね、出ちゃうからね、うんうん、それはうまくだからバランス取ってやって、うん、だからこれはだからあの俺は寝ちゃったけど、いやいや、タッさんと京平さんの見たでいいじゃないですか、監督がうまくバランス取ってるってことだ、ね、うん、なるほど、それはすごいです、うん、その長編は確か初、うん、ですよね、うん、僕は長いやつはそうですよ、うん、別品が最初でした、うん、別品じゃない、息子だよ、息子の話じゃない、帰ってきたが、まあ、それまでにもちろん監督はいろいろやってるんでしょうけど、その長い
長いやつはね、うん、これは初めてで、その前に、その次にね、まあ、あの、もじきやるやつ、もじきやるんですよ、あの、口内桜っていう、はい、売れっ子監督だよ、あの、なんだったっけね、杉崎花ちゃんの主演の、はい、うん、口内桜っていうやつが、6月に公開されるのかな、はい、だから、んちゃんだよ、アブデカをやりつつ、なるほど、で、それをやってたのかな、うん、間空いてる時にね、うん、間空いてる時に、なるほど、でもこれは初めてですよ、うん、その初めてでそれだけ の, その、まあ、距離感だったりっていうのを掴んだりできるってすごいすごいですね、多分ね、でもね、その前にね、8月は夜のバッティングセンターでっていう当時で朝12チャンネルのトールとやってたんですよ、あれが大きかったんじゃないか、あれが大きいよ、うん、だからスターの扱い方をさ、大体さ、その若いやつが上がってくるとスター慣れしてないから大体ダメなんだよ、失敗するんだよ、うん、だからさ、ヒロト氏はさ、やっぱりトールでやってたから、多分ね、あれ大きかった、ね、だからやっぱあれは大きいよな、ね、大きかったね、うん、そういうこともあるんですね、あれ面白かったもんね、面白かったもんね、野球の話なんですけどね、うん、ぜひどっかで見てください、はい、見ましょう、小林さん、次で最後ぐらいだと思います、もうそんなに時間ですね、うん、はい、では、でしたら、この質問も必ず聞きたいという、その、はい、原監督が作品作り、これアブデカだけではなく、うん、全体ですね、うん、作品作りにおいて大事にしていることを聞かせて、うん、あ、大事にしていること、はい、これはね、大事にしているのはね、やっぱテンポ、テンポ感ですよ、うん、はい、テンポ感で、やっぱりあの、あっという間に100分っていうかさ、うん、あっという間に、はい、あ、もう終わっちゃったのっていうぐらいの、はい、テンポ感が あ, のある映画の方がいいかなっていう、うん、大事にしてるのはそれですよね、うん、まあ、アブデカのエピソードなんかは、あの、もう一本の映画のように作るから同じくそのテンポ感も大事にとっているということですね、うん、ありがとうございますちょっとそのテンポ感をもう一度意識して見てみると、その躍動感だったり、そうですね、よりね、楽しめたりするかもしれないですね、わかりました、いや、でも貴重、アブデカをね、やった時にね、一番最初にあのアブデカをやった時に柏原さんが本を書いてくださったのね、でその前に僕ね、あの西部警察をやってたんですよ、はいはいはい、柏原さんと一緒に、はい、で西部警察のね、あの演出はあのロングウッドバイを下敷きにして前中のゲーム、うん、前中のゲームってやって、まあ、立ち変だった、うん、もうこれはね、本当にあのなんていうのかな、もう監督に憧れてってさ、お、監督だったっていうさその嬉しさでさ、もう盛り上がってさ、もう勢いだけでやったやつなんですよ、これはこれでさ、あの自分 の, あの作品としては結構あのできたんだけど、ちょっとあの NG 食らったりいろいろいや、あのそれはできたんですよ、タスさんの支援でね、もうあので、柏原さんとやって、その後ね、何本か助監督やったり、森田さん の, あの組 の, あの優作さんと一緒にあの「それから」っていう映画をやったりしながら、はい、助監督をやりながら、その次に黒澤さんから声かけてもらって、アブデカの話があって、はい、でじゃあ脚本誰がやるっていう話になって、じゃあ柏原さんともう一回やらせてくださいって話で、柏原さんに、あの本当これ真面目な話なんだけど、やっぱ自分の成長を見てもらいたいなと思ったのね。おお、うん、そうだったんですね。うん、だからやっぱり絶対柏原さんともう一回 やりたいっていうさ。へ、うん、で、俺はね、あのその時は結構ね、自信があったんですよ。あのやっぱり森田さんの演出を見てて、その森田さん、森田流の演出をなんか自分で得得できたかなっていう、はいはい、そういうことも含めて柏原さんともう一回リターンマッチしたいっていうさ。変な話だけど、だからその前の回のゲームは面白かったんだけど、うん、あれよりかアブデカの2本の方が全然面白い、なんかできてるよね、作品としてね、エンタメの、うん、もうエンタメの、うん、見せ場っていうかさ、そのさ、要はさ、あの他が手抜いても ここで見せ場とかいろいろあるわけよ、あと作品のリズムね、だから初めの頃って監督さ、全部力入るんですよ、だから平らになるわけよ、村川さんとかさ、あれのすごいところはさ、抜くとか抜くんだよ、うん、俺さ見せるとか見せるって違ってるもん、だから何があるわけ、そのリズムがあるいいんだよ、アブデカの日本、原田の日本に関してはそれがすごいできてたわけだ、だからそのさ、山田さんのやつとか、辰野さんとか面白かったしな、うん、だからさ、その笑わせといて、ハラハラさせて、うん、最後、感動までいかないけど面白く終わらせとかさ、うん、であとあのシャブ打たれてる方をさらすのがさ、まあそこで
あのハードにさ見せて、うん、そういうあの演出の話がちゃんと出る、うん、ガラサガラサグ日本の梶山さんに褒められちゃったでも息子のがすごい俺見てないけどね時間的に見といてくれ、はいはいはい、見事落ちたんですけど帰ってきた危ないでくる、はい、楽しみに、はい、これはもう本当皆さん見に行っていただいて周りの人も、ね、何回も行きましょう劇場に、はい、何回も見に行く周りを誘う僕も自分の友達を連れてってアブデカイに染めたいと思いますし、はい、あとはですねその裁縫を育てた世代僕らだったり、まあ、20代30代の方にもまあ見ていただいて要は初が帰ってきた危ないデカという人もでこれでアブデカの魅力を知って遡ってもらったりとかね、はい、してもらいたいなというふうに私も再放送世代です何を知らないですか出てくる超現役世代のくせに、はい、ということで、はいはい、今日はですね原監督を中心にお二方レジェンドにお話を聞かせていただきました、はいはい、ぜひあのもし可能であれば原弘人監督のお話をぜひ連絡取ってやってください、うん、原監督にちょっと甘えさせていただいて、はい、あのこのチャンネルで語れる、まあ、いろんな叱るべきタイミングとかあるかもしれませんが、うんぜひ公開終わってからね。そうですね。公開終わってまた別もう一本の映画の間だと。あ、そうだね。もうバンバン宣伝していきたいと思いますので、そんな形でまた今後とも引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。
ブデカファッションプロダクト復刻企画第2弾の最もの高の3ピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。もう横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。もう360度かっこいいですし、そこの風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいのがもう存分に味わえる、本当特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。もうポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。このあたりをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。